ます。あ、どうもこんばんは、平田一です。と申します。見事に最初1個だけ言わせてほしいんですけど、西岡さんがいるのもかなり大バットクなんで、たまに半分いじめなんで、あ、そんなにハードル上げないでください。じゃあ、尼崎から来ました。すごく来たかったんですけど、知り合いがたくさんここで演奏されてるんで、僕も来たかったんですけど、なかなか機会がタイミングが合わなくてやってくれました。嬉しいです。じゃあしばらく来てください。もう一杯飲んだら帰るからさ、本当に これで帰るから、別にそんなに苦しい暮らしじゃなくて、間違っても楽じゃなかったけど、今思えばあの人も頑張ってたよ。親父さ、ちょっと我慢が足りなかったけど、おふくろは根っから損するたちでさ、苦労する方する方自分で言ってさ、でも親父のことは惚れてたみたいで、俺のことより親父の世話ばっか。から見りゃあれのどこがいいのか分かんないけど、あれあれでよかったんだよね。多分ね、こんな俺にも本気で折れて、あっさり終わった女がいてさ、悪い女じゃなかったよ、むしろ結構いい方だったと思うよ。贅沢やキリがないけど、俺にはできすぎくらいのやつでさ、確かに苦労はかけたかもな。俺も子供みたいなとこあってさ、いろいろあるさ、泣き出したいくらい嬉しいことも、辛いことも、古い仲間もいるにゃいるけど、昔みたいにいかねえんだよな。仕方ないよね、普通に生きてりゃ。みんないろいろないわけないしな。今日はなんだか
飲みすぎたのかな、余計なことばっかくっちゃべって、そろそろ帰るわ、明日仕事だし、ここはほっとくよマスター、ちょっと飲みすぎた、またやっちまった、明日起きたら後悔するな、なんとかしてよ、次から次へと買ってく、読みもしない本が山積み、三日坊主の楽器も部屋中ゴロゴロ、人が嫌いで大好きで話好き、でも話は下手で世話好きだけど容量は悪い、そんなあんたをほっとけなくて、俺は欠陥品だから、お前なんかといれやしないさ、そんなあんたがちょっと嫌い、でもあんたの全部がめちゃくちゃ好き、好きで好きで好きな自分がムカついてくる。ねえねえ、また散歩に連れてってくれる？また一緒にテレビ見てくれる？一日いろいろあったこと私に話してくれる？強くなったわけじゃない、諦めが良くなっただけ、泣かなくなったわけじゃない、涙が出なくなっただけ、ねえなんでいつも笑ってるの、寂しかったり辛かったり悔しかったり情けなかったり惨めだったり痛かったり、たまに嬉しかったり、殺
ど憎くはない、死んでもいいほど溢れちゃいないかな、仕事嫌いで女好き、泣いて笑って歌って飲んでりゃ幸せ、そんな変だとずっ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 と、最近僕珍しいんですけどね、いろんなところへ行って僕より先輩の方がほとんどっていうことはあんまりないんですけどね、聞いた感じで僕より先輩の方ばっかりですごく嬉しいです。違うとかなんか育むとか、みんなが普通にできてることが俺にはなんだか苦手なんだよ、お前と会うときゃいつでも何もかも忘れて、とことん飲めりゃいいさ。だからさ、わかるだろう、似たもん同士でお互いごちゃごちゃ、あったわけだし今さら邪魔くせえことしなくても
お前が呼べばすぐ飛んでくるから お前に焼いたり腹を立てたり絶対楽しくやろうぜ だからさっていうことでした。ありがとうございました。楽しかったです。あと1曲だけ聴いてください。また、ぜひ何か機会あったら来たいと思います。聞いてくれてありがとうございました。
それで全部終わりさ。またそれで全部振り出しさ。バカすぎてだらけてくる、情けなくて笑けてくるけど、泣いてるよりマシだから、もう少しそばにいてあげる。何度世話もやりゃしないくせに、あんたが拾ってきた猫の面倒まで見てあげたいし、たまに気まぐれで買ってきてくれる。お花に水あげたいから、もう少しそばにいてあげる。あの歌まで聞きたいから、もう少しそばにいてあげる。一人で泣いてるよりマシだから、もう少しそばにいてあげる。 Yeah